こんにちは、黒田和義です。今聞いていただきました、ブルージャイアントの映画で使われていたニューですね、上原ひろみさんの曲ですね。非常にかっこいいと思いますが、これね、演奏の仕方自体がですね、非常に、こういうちょっと僕の知り合いが撮ったんで、これ半分になっちゃってるからちょっとジャズっぽい譜面ではないですけど、要はタドとドンドンのとこを決めるっていうのが、多分これがドラム風になるわけですね。でここは9風になるってことね。でここを実際はタドントン、こうやって叩いてます実際ね。でも実際はこれどこ叩いてもいいのねっていう風にした方が、いろいろ実際のライブではこうやっていろいろ変えたりすることが多いんですが、これは玉田くんがまだ初心者ということの多分設定をかなり活かして、こう初心者だけどシンプルにきっちり決めてるって感じで、ここがまあ石若くんの天才的なとこなのかなとは思いますが、全部これですってやってますね。で後で演奏するやつでは、いろいろ自分なりに僕がやるとこうなるみたいな感じをやってみたいなと思います。でチャン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 っていうのも、これも基本的にはもう全部ユニゾン でしかもね、こう初心者って同時に動くんですよ。でも音楽は成立するんで、こうやってシンプルにした方が 音もすっきりするし、でもライブやるとここまでシンプルだともうちょっと間埋めるかな。だからこういう感じで間を埋めてったり、こうリズムが四分音符っていうのはあまりにも単純すぎるので、この合間を埋めていくっていうのがドラムの役割なんですね。なので実際はそうやってやります。でもこれはあくまでも初心者玉田くんの演奏ってことでね。でうかっかーかっていうのも、うかっかーかー、うかっかーかっかー、全部同じことやってます。でも普通はジャンプする音と、音色を分けます。でジャンプする手前にこう譜面には書いてないけどこういう休符のとこにスネアを入れるのが普通です。でその旧スネアに対してタバダバダってメロディーがあるからね。だからこれ、もう全然なくてももちろん成立するんだけど、タバダバダタタタバダバダの方がやっぱり音楽的には膨らむかな。多分だから石川君も多分これライブでやってたらそうやってやってると思うんだけど、音楽設定がそうなってるからこういう風になってるんですよっていう話ね。で4ビートになります。タでここは4分の3が入ってるんですが、これは、まあ、これは普通に決めるってこと。4分の3ってことは、1拍分ちょっと減らして接合してるっていうことよくやるんですけど、これでこっからラテンに行ってます。ラテンは、かなりシンプルなパターンで叩いてましたが、まあ、アートブレーキみたいなパターンでやるとやっぱり2小節のラテンパターンっていうのが普通なので、これは1小節のラテンパターンを繰り返してたんですが、今からやるやつでは、普通の2小節ずつのラテンパターンにして、まあ、この譜面でいうと1小節分なんだけど、で8回やったらまた同じこの決めね。この実際譜面ではこうやって書いてあります。このドラムはこのアクセントの合ってるところはちゃんとドラムのアクセント合わせてくださいよってことですね。でも全部その通り合わせるんじゃなくて間を埋めていくってことですね。でタトットドーンタトットンジャッジャンで最後はタトットジャッジャンタトットジャッジャンダダジャーンってなってますね。ここ、同じことを繰り返すときは絶対音量の差をつけることが多いんですが、これ原曲はもう普通そのままやってますけど、あえて強く弱く最後強くっていうふうにはこれも定番なので、まあ、やらないことももちろん本番でもありますけど、まあ音楽的にはやっぱ同じものを同じ形でやるんじゃなくて必ず上げていくか上げ下げするかっていうのが、まあ、音楽的なので、まあ、そういったところら辺も、まあ、ジャズのプロが演奏するとしたらこうなるんじゃないかなみたいな感じで今回叩いてみました。で最後ここはタバラバダ、じゃあここピアノとドラムでここサックスが先行ってから後で合わせて、ここは全員で合わせて、ここはこれはその通りにやってみました。はい、というわけで、実際に、初心者玉が1年半っていうところの演奏と、実際にジャズミュージシャンになってくるともっともっとバリエーションつけて叩くだろうなっていうところで、僕なりの、膨らませた演奏を今から聴いていただこうと思います。それでは、聴いてみてください。
はい、というわけで違いどうですかね、膨らみは、あったかなと思うんですが、まあ、これがどっちがいいか、シンプルももちろん全然いいし、実際アートブレイキもライブでわざとすごくシンプルにやる曲もあったりします。実際ミュージシャンってこう違いがね、だからこの玉田君の叩き方っていうのはもう答えが1個しかないんで、ではなくてこう埋め方をいろいろ考えていくと、もっと無限にバリエーションがあって、ライブを見に行くたびにフレーズが違ったり、なんか雰囲気が違ったりするっていうのがジャズの面白さなので、ぜひそういったところも、なんか感受性をこう持ってですね、ジャズライブ見に行っていただきたいなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。